本日はライジンファイターの平本蓮選手が4月2日ライズエレラルド2022那須川天心ライズラストマッチにて風間選手を相手に3ラウンド判定2対0にて勝利を収め、ライズラストマッチを締めくぐった那須川天心選手に対して気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。那須川天心ライズラストマッチではジム会長であり ZIP の那須川博之氏は対戦相手の風根選手のセコンドにつき、那須川天心選手のセコンドには朝倉未来選手がつくというサプライズ演出をしておりました。そんな中行われたライズラストマッチでは、那須川天心選手が風根選手のパンチを顔面に被弾するなど苦戦を強いられ、3ラウンド判定2対0にて新勝を収めております。キャリアでも珍しく苦戦を強いられた那須川天心選手のライズラストマッチに対して、ライジンファイターの平本蓮選手はツイッターにて、天心お疲れ様、今日はセコンドも無能で動きが良くなかったけど VS タケル戦では親父もいるし万全で来るんじゃないかなとツイートし、セコンドについていた朝倉未来選手に対して無能と揶揄し、動きが良くなかったと分析するコメントを残しております。さらにこのギリギリの判定に対して、ライジンファイターの矢地雄介選手はツイッターにて、延長だったな、もう1ラウンド見たかったな、ナイスファイトとコメントを残し、さらにこの試合をリングサイドで観戦していた K1 ファイターのレオナペタス選手はツイッターにて、風根選手素晴らしかった、俺が見てた感じ負けは意味がわからなかったけどなと判定に対して不満を漏らすツイートを残しております。注目の集まるタケル VS 那須川天心の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。